はい、ということでね。はい、えー、野菜生活ダイエットの、はい、ちょっと、第2弾ですね。の動画です。はい、今現在の、はい、体重。これね、今日ね、6月13日の、お昼なんですけど、えー、今日ね、ほぼほぼご飯食べてないんですよ。で、この状態で測ると何キロか。 49.6でこの服の重さを引くと、えー、ギリギリ4 8キロ台ですねうんだいぶ落ちてきてるけどあの今日ご飯まだ食べてないから軽いただそれだけなんでね、うん、ご飯食べた後で4 8キロぐらいになってたらいいよねちょっと次それを目標にしてます、はい、じゃあ、えー、これからね、えー、今日自分がやるのは ちょっとね、セロリたくさんあるので、セロリで軽くちょっと料理していきたいと思います。今、お魚焼いてるんですけどね。<laughs> はい。はい。今、えー、ちょっと深いフライパンっていうんですか、これ。片手鍋っていうんですかね。ここに、えー、セロリと、あの、大根の、えー、皮の部分と、あとちょっと大根入れて。で、これをですね、はい。うちにずーっと、2週間ぐらい、 S、1人前食べて残しておいたミートソースあります大丈夫かなでこれをちょっと使って煮込んでいきますはいこんな感じ多分ねもうちょっとしたら水分は出てくると思うんだけど少しだけ入れていい水下が焦げちゃうからちょっとだけ水入れるねはいこれでいいやこれで煮込みます とりあえず、上にミートソース乗っけたままやっちゃおう。はい。ふた。ふたふたふた。はい。これでしばらく。はーい。ちょっとね、市販の,あの安いミートソースのアレンジメニューですね、これは。自分も一番、一番ね、雑な料理だなって認識して、してやってる、これ。<laughs> 一番雑な料理。ただだって、ぶっこんでるだけの。はい。 しかもやったことないし。ウ <laughs> へミートソースで、あの、ちょっと野菜ぶっ込みやったことないから。まあでも美味しくはなるんじゃないかなと。まあこれからね、またいろいろ入れますよ。<laughs> セロリ超うめ。うまっ。うまいよ。食べても食べても飽きないよ。 これセロリの葉っぱ部分。苦いとこだから一緒に煮込んじゃおうかなと思って。うん。さっき焼いた魚。久しぶりに食べる焼き魚。あ、そうだ。俺のお魚焼いとりますっていうあのギャグがあるんですけど、ギャグっていうのかな <laughs> 思い出しました。焼いたら。 お魚焼いておりますっていうのがあるんですよ <laughs> あれ何だったんでしょうねのりでやったけどあれ何だったんでしょうかね <laughs> はいいい感じに煮詰まりましたそしたらここに昆布だし入れますさらにうまみを足してね野菜しか入ってないからね肉あのミートソースとはいえねでここに 葉っぱの部分も入れまーす。ほい。ぽいっちょ。はい。で、ここに、とろけるスライスチーズ。これちょっと賞味期限切れなんですよ。実は。これちょっと入れちゃおうかな。美味しそうじゃないですか、ほら。<laughs> 片手でスライスチーズ今外してんだけど。外してねーや。<laughs> えい。で、これを、 はい。もうすでに美味しそうだよね。まあ、絶対にうまいよね。はい。できました。美味しそうでしょほら。ミートソースアレンジメニュー。なんか普通のパスタより美味しい気がする。俺ね、チラッと味見したんだけど、マジ神だよ、これ。はい、えっ、ー、と、改めまして。えー、セロリと、えー、大根の皮の、えー、ミートソース炒めです。 はい。<laughs> はい。ちゃんと言えてんのかなこれ。じゃ、これは朝ごはんにします。あと、魚も食べる。ご飯も食べる。久しぶりにちょっとご飯食べる。え、久しぶりじゃないよ、全然。だって、先週の木曜日、レッスン終わりに寿司21皿食ってるから、うん、その日の朝だっておにぎり食べてるから、ご飯別にそんなに久しぶりってほどじゃない。うん。いや、でも、 俺にとっちゃ快挙よね。うん。3日間、丸々3日間ご飯食べずに生活できたっていう、ちょっとそれ快挙よ。ご飯大好き人間だから、うん。ちょっとこれからご飯は食べつつ、他のカロリーを抑えてちょっと生活しようかな。そうしようかなと思う。はい。で、今、あの、さ,さっき朝ご飯って言って昼ご飯なんですよね。まあでも俺起きたのさっきだから、まあこれが、まあね、<laughs> これが朝ご飯みたいなもんですよ。 で、今、ここに、ご飯入ってくるの待ってます。はい。で、人参です。東海オンエアの方々が、生で食べるのを嫌っている人参です。自分の大好物、大好き、たくさん入ってる。おいしい。で、まだこの動画続きますよ。人参の皮の部分。 これを使って、ちょっとクッキー作っていきたいと思いまーす。はい、えー、人参のこの皮の部分なんですけど、これを、あのー、なんかスライスアーモンドとかあるじゃないですか。なんかそういうのの代わりとして使います。そして、えー、これがバターね。4 6ムか。中途半端だな。4 6ムだったら粉はそうだなー。1.5倍ぐらい入れると美味しいかな。 あの、野菜が入ってる、あの、野菜とかナッツ系が入ってる、ナッツだったら風味としていいんだけど、野菜が入ってるあの、クッキーっていうのはちょっとやっぱ生臭さだったり青臭さが出ちゃうので、その分バターの方が強めにすると美味しくなるんですね、比率的に。ちょっとそのイメージで。ちょっと先に砂糖を入れちゃいますね。46でしょ、バターが。バター46の時の砂糖の分量っていうのがね、ちょっと待ってね。 砂糖です30かな3 0ム結構入るんですよクッキーとかってね結構入るんですよ30ちょっと多めにしようか野菜の分のえぐみの分ちょっと足させていただいて。 これくらいかなちょっとどんどん増やしていくはい34にしようはいバターの比率に対して砂糖が35ってことはえー、バターを、えー、100パーと考えたときに、えー、砂糖が80%かなこれだと次粉入れるよ ちょっと65で止めました、粉。ちょっとこれで混ぜていきたいと思います。あの、混ぜて、あの、感覚で。あのね、バターってこう、こねる、バターじゃない,いや。この生地ってね、あの、こねるとね、そのバターの感覚とか、粉の感覚とかで、大体いいね、美味しいクッキーできるかどうかが、あの、手加減でわかります。あの、クッキーはね、もう、そうだね、20年近く作ってきてるんで、あの、加減でわかります。やっていきます。 はい。なんかね、こう、さっくりした、もったりしたいい感じの生地ができました。うん。これならね、なんかね、美味しいクッキー焼けそうですね。ちょっとシャクシャクしたクッキーっていうんですかね。ちょっとラスクっぽいのかなで、ここに、人参を入れます。人参のこの水分が入って、ちょっとまったりするので、ちょっと今よりも柔らかくなるかなって思います。あまりそこまで考えてやってなかったんだけど、いい感じになってますね。 美味しいんじゃないかな、これ。甘さのね、加減がちょっとまだ分かんないや。<laughs> こうやって、あの、人参の糖分の方の話にもなってくるんで。で、このバターなんですけど、やあの、有塩バター使ってます。なので、ちょっと塩バタークッキーみたいな感じになると思いますね。ちょっとあの、砂糖足しました。あのね、少しね、あの、生地を、 あの、ペロって斜めてみたんですけど、ちょっと甘さが少なかったんで、5グラム足しました。砂糖。はい、じゃじゃーん。え、こっちは、はい、白ごまを、ちょっとね、つけまして。こっちは普通、真ん中へこませるか。こっち、あの、さっきね、ごま入れた時に、押したから、ちょっとね、潰れてるから、同じ形状にしよう。はい、これで、焼いていく <laughs> クックさんみたいなっちゃ焼いていく。さ <laughs> ばいていく、みたいな、なっちゃった。 はい。ということで、完成したので、食べていきたいと思います。で、あの、ちょっとね、まだね、クッキー焼いてるんでね。はい。今ね、両手空いてるのはなんでかっていうと、無理やりね、つけてます。<laughs> 無理やり、無理、無理やり、む <laughs>、無理やりね、ちょっとね、うまいことスマホを置いてですね。はい。ちょっとね、今ね、<laughs> 危ない状態で食べてます。ぶらついてます、スマホが。久しぶりのお魚いきます。わー、ちょっと待ってね。おぴゃぴゃ。 やばい、肩に力入れるとね、スマホがバウンドする。やばいやばいやばい。はーい、いただきまーす。やったーお魚だふぅう,うまっうまーうわぁうますぎる久しぶりの焼き魚、うますぎる やばい。超うめえ。なんだこれ。うま。うま,っうまっ。米が炊きたてで熱い。<laughs> 米が熱いんじゃん。ちょっと待って。熱い、本当に熱い。熱い、死ぬかと思ったら手赤い、ほら。<laughs> 指先やばい。 これ食べます。なんで千鳥ののぶさみたいになったんだいただきまーす。やべ、超うまそうじゃん。やばいやばいやばい。セロリのとこあん入ってないや。ここ大根だほとんど。はい。ちょっと待って、セロリが落ちるんですけど。いただきまーす。ちょっと待って、なかなか食べるまでに至らないよ、ちょっと。ちょっと。 ツルツルしてるツルツルよいいよ,いいよはいいきますよいきますよじれったいよねみんなね <laughs> いただきますう,ーんうんうまっうんねうん、まっこういうやつに無理やりかけてましたうん、まっだってクッキーどうなった <laughs> クッキーは、焼いてます。はい、ちょうどクッキー焼けました。はい。今ちょうど焼けました。じゃーん。じゃ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 ん、じゃじゃん。美味しそう。サクサクだ。いいっすね。この表面がちょっとゴツゴツして、ちょっとパカパカパカってなってるところいいね。うん、サブレっぽいかなと思う。 いいんじゃないですか美味しそうはいということで、はいはい、今日のデザートデザートっていうのかなはい人参クッキーができたので食べていきたいと思いますえちなみに焼き加減はですね最初に170度で12分焼いてその後に180度で8分ほど焼いた感じですあのねなんかね 表面に、こう、なんかちっちゃいつぶつぶしたものとか、ナッツ類とかが乗っかってると焦げやすいんですよ。なのでちょっと低温で最初焼きました。はい。なので最初170。で、その後180で焼いたと。はい。まあ、特にこれ決まりないんですけどね。全然180で焼いちゃってもいいと思うんだけど、まあ、分厚いクッキーの場合、先にちょっと水分飛ばしたいっていうのがあるので、あの、170度で、はい、やらせていただきました。じゃあね、こっち食べる。こっち。 これね、焼いてすぐだとね、まだね、あの、バターが定着してないから、ほろほろなのよ。で少し今、冷ました状態。はーい。8分くらい冷ましたかな。食べまーす。うまそう。うん。あ、おいしい。うーん。 あ、思ったより甘いのできたかもしんない。<laughs> うん。あ、最後に入れた、あの、砂糖5グラムいらなかったかもしんないね。なくてもよかったかな。うん、うん、うん。結構甘いのができた。あとね、小麦粉をね、小麦粉も、 5ム増やしてもいいかもしれない。小麦粉も5ムで、そしたら砂糖をマイナス3ムにするとちょうどいいと思います。目分量でやってるから、<laughs> こんなもんですよね。うん。甘くてうまい。うん。糖分がすごく高いので、まあ食べても2つだな。<laughs> うん。 おいしい。ちょっとごまの方半分食べます。うん。カントリーマアムぐらいの硬さだね。うん、おいしい。 やっぱ目分量で作るとちょっと甘くなっちゃうな。どうしても。うわぁ、マジか。最初の分量で良かったんだ。うん。ちょっと悔しいな。最初の分量の方が良かったんだ。やっぱ長年測ってる感覚があるんだな。うん、うまい。じゃあ残りは後で食べます。結構甘いので。 最終的になんかクッキー作る動画になっちゃったな。<laughs> うん。てかね、全然人参の皮いてもね、違和感がないです。美味しいです。ぜ、う、ひ、ん、皆さんもやってみてください。砂糖って結局どれぐらい入れたの <laughs> 最初に測った分量で OK なんで、あとの 5g はあの皆さん、抜かしてください。 で、あの、小麦粉をもうちょっと5グラムぐらい増やしてくださいね。そしたら美味しくなる。しっとり系になってるから。はい。ってことで、またねー。はい。<laughs> 結局、紙に書き起こしてみた。えっと、最初に入れてた、その、材料の感じで、うん。これが一番バランスがいいんじゃないかなっていう、あの、ちょっとバランスで、はい。レシピ書かせていただきましたけど。これだったら美味しいんじゃないかな。うん。 砂糖 10g も減らしてみた。<laughs> で、バター 6g 減らしてみた。これならいいんじゃないかなって思います。ちょっとこれで皆さんもし余裕あったら作ってみてください。まあこれであの、まああとはその、まあね、あのそれぞれの味覚の加減で、あ、ちょっとまだ甘いかもなとか、ちょっと甘さ足りないなっていうのが多分あると思うんですけど、ちょっとこれで皆さん、なんか人参の皮、ね、 なんかもったいないなって思う気持ちが、ね、ある方はぜひこれで作ってみてはいかがでしょうか。バターはこれ有塩でも無塩でもいいです。私は今回有塩バター使ってます。はい、こんな感じです。<laughs> 完全に、完全にお菓子作りだよ <laughs>。ダイエット動画じゃなくなっちゃったよ。